函館市消防本部は、北海道函館市の消防部局。函館消防の歩み、参照函館消防の起源は、1806年に発生した弁天町の退化によって、函館部業が実月消防組を創設したことに始まる。明治になると、函館開拓市市長の監督のもとに、複数の市立消防組が組織され、1876年には、 関立消防組を組織した。八百八十五年に私立消防組と関立消防組が合併して公設消防組となり、八百九十四年の消防組規則施行により、函館消防組になった。九百二十二年に函館市政施行。九百三十四年には函館大火が発生した。九百三十九年、警防断令施行により、 函館警防団上備消防部に改装。1943年に特設消防署設置規定施行により北海道庁所管の函館消防署が発足した。そして、1948年の消防組織法施行に伴い自治体消防となり、函館市消防本部及び函館市消防署になった。 箱館市消防本部組織図参照2015年から2018年度にかけて複数の職員が夜間勤務の時間外手当を不正受給していた問題で同市は2019年11月8日同本部の全職員の約8割に当たる307人を開国や厳重注意などの処分にした不正受給額は契約1210万円に上る課長職の3人は 不正を上司に報告しなかったり、勤務実態の確認を怠ったりしたとして、開国の懲戒処分。消防庁ら幹部を含む11人が、監督責任を問われて、訓告、不正受給をした職員ら293人が、厳重注意となった。車両配置参照。ありがとうございます。